ジュニアさん、これで最後です。なんだ最後かよ。暑いね。いや、気持ちいいだろう。すごいね。気持ちいい。一番いいやろな。
ベルギー？そう。やば。92% のエネルギーを原油で賄ってらっしゃる。2000マイル目前にして初めてこのフリーウェイで止まったよ。モーター最高。なんだなんだ事故か。なんだ。いや前も全部止まってる。なんかね渋滞マークになってて。あら渋滞。2000マイルの地点でいきなり渋滞と。ロードワーク、そうだね。なんか言ってる。車線変更を確かにめっちゃ渋滞になってるね。うん。マッコからってる。すごい。マッコがマッコからってる。約1マイルほど。ゆっくりちょうど工事中の間くらいが2マイルやから、はい、2マイルで歯医者さんみたいな言い方これね、虫歯やちょっと削っておきましょうね。一応 0.1 の数、あー向こうに見えとるわ渋滞してる様子が。見えるかな。なんかこのツアーの車さ、はぐれてないバイクと、え、前に前の前にバイク、あ、ゆんちゃんとこだい？そしてみんな不思議と、みんな不思議と右側に並ぶっていうか、なんだろう、集団心理かな。後ろすごい右側、それか左に、左が収束していっちゃうんじゃない？そうですね。あ、そういうことか。早め早め、あ、
いや嘘やな、左側が収束するかも。あのトラック左に映ってない。前の方、前の車でも右に入ったな。右に入った、前のシルバーのやつどっちに入ってる。1000あーハテナ2000マイルです。イエーイがまさかの、まさかの初渋滞。ここまで初じゃないよ、初じゃない、何回かあったから。何回かあった。嘘、出てたな。出てました、初渋滞やと思ってた。事故渋滞かんねや。そうやったっけ、覚えてないのかい。いいやん、じゃあ初渋滞や。初渋滞や。レッドレイクローズになってるから。あ、そうだね、入ってきはんねや。ここからスムーズに進めたら、そしたら一車線になれば進入がなくなってある程度スムーズに通るか。あとどれぐらい、あと 1.5 マイルなんで、おそらくちょっとだ、ちょっとこの手をどけてほしい。7、8分くらいかな。そう、7、このペースだと、このペースだと7、8分です。割とあるな。割とある、割とあるな。左側のね、地平線でも見ながら、地平線ですね、ね、完全に停止しましたね。右の貨物も延々と続くやつ、貨物列車がこっちに走ってて、まあ、長ってるってことか、渋滞してる。貨物列車も渋滞してる。ぬるっと、じわじわぬるっと入る。行かないのかいみたいな。そうなんだい。あー行ったわみたいな。まあそんな感じで編集で右上に20倍速が出られて、確かに確かに。はぁ99.9みたいな。ええわ。あれリセットするんじゃないの。お、9991やった。さあ、999これかな。1になったよ。さあ、はい、順番に取るよ。今で順番に999取って取るよ。お、ピントが合わないから諦める。私は解消されたね。解消されましたね。それかもしかしてこの左右の幅気にしながらの時に西日がなかなかいい感じに眩しくなってきて時間帯かな。お、999、ゴールだった。もうそろそろ合流だね、気をつけようね。左右チェックだとか言ってここで996、させていただきます。よだれだもんですね。